チョコレートがよかね。
ありがとうございます。チョコレート。ね、アイシングクリームだもんね。雨が降ってるよ。あ、ほんと気をつけないで、サッと入らせたね。サッと入ろっか。ありがとうございます。お疲れ様です。はい。ありがとうございます。チョコを、パーッと走って、そこのところに入ろう。パーッと、パーッと。すいません、こんにちは。役場もなんか体験できることありますかね。こちらではどういう体験どういう体験ができるか教えてください。こんにちは、熊本さん。まっすぐ行きましょうか。でかいな。どういう体験できるんですか。組紐の体験が。あ、お姉さんの上に組紐の体験ができるんだって。クマも座る。クマも座っていいよ。え、ちょっと恐れ多いです。台本重いんで。やめてやめてやめて。お姉さん見えなくなっちゃった。全然見えなくなっちゃった、ね、うん、違いますよ、笑い事じゃないから。あ、組紐って何ですか。何が。組紐って、糸を、これ4色あるんですけど、8本の糸をこう組んで、はい、どんどんこういう風に組み上げていく。そうなんだ。なんか、クマモンもね、ちょっとやってみたいよね。そう、やってみたい、いいですか。すいません、じゃあクマモンこちらに。でけえって言われてる。でけえって言われてる。じゃあそっちで教えよう。そこに座って、はい、ここに座って、そっちでいいですか。はい、はい。じゃあ先生に一回ちょっと見せてもらおうかね。はい、ありがとうございます。じゃあ組み方を。はい、4色あって、同じ色の糸を動かしていくと、よく見るとちょっと見えるかな。上下上下ってこう糸が配置されていて、お、確かに、はい、交互になってるので、この下の糸ですね、この下にある糸を1個横に、うん、でまた1個横にずらしてこれは頭使いますね、はい、なかなか。クマまた入れ替えると、また今度はこっちが下に行きます。下に行った糸、よく見るとこれが上、これが下で、下の糸を、糸がこの上の糸を越えていきます。越えてお隣に来たのがまた越えていきます。そしたらトントンと、これの繰り返しをしていくと、だんだんこういう風に組み上がっていく。それで覚えた？分かった？分かった？大丈夫？出来上がるまでどのぐらいかかるんですか、お時間が。これが今全部で30センチほど組むのに、40分ぐらいかかりますね。クマモ、じゃあちょっと頑張って、まで10分で完成してもらっていいですか、クマモね。大丈夫？あ、ちょっとね。じゃあ、はい、ちょっと体験してみましょうか、クマモ。うん。じゃあ見てください。じゃあまず、この白が、白が下にあって、水色が上にあって、この白から動かします。はい。この白を両方、両手で。白、はい。そうですね。それを、で、今度はこの赤を、じゃあ、赤を。赤を。はい。両手でしないとダメなんですね。両手なんですけど、じゃあ、まあ、二人でじゃあ、こう。あ、二人で、はい、やってありがとうございます。よかったね。じゃあ次は水色を取ってください。はい、水色を取って、はい、こっちに取って、はい、今度はこの緑を取って、ね、そしてこれを、はい、ねえ、わからなくなりそうです。はい、トーン、はい。で次、はい、じゃあいいですか。赤をが、赤を取って、はい、で、はい、おー、で、白ですね。白を取って、はい、はい、この作業をずっとこう繰り返していくと、ずっと繰り返してね。はい、熊田が、熊田が、一人でできる。ちょっと頑張ってみましょうか。あ、はい、はい、立ってます、立ってます。次は、はい、短期ですね、クマモンね。短期、短期、頑張って。無理。
よいしょ。で次を。あ、そうですね。おすごい。おすごい。ちょっとコツ掴んできたんじゃないかな、もう。でまだ2編みぐらいしかできてないよ、多分ね。頑張って頑張って。はい、おお。はい、よいしょ。せーの。すごい。お、いい感じにね、くまもん。できてきてますよ。よいしょ。すごい地道な作業ですね。次どっちだったっけ、4色ぐらい、うん、頑張って。次は白ですね、白を、はい、はい、くまもちょっとね、あのお時間が残り4分ぐらいなんですけど、はいはいもうちょっと頑張れそうですか、クマは。あと どうしろ、目標はあと4編みぐらい。4編みぐらい。4編みぐらい行きましょうか。すごい、完璧です。完璧です、だって。上手にできてるね。おお。すごい。よいしょ。ねえ、すごいですね。ミサンガみたいな、なんかすごい可愛いですね。ねえ、色合いのね。じゃあ、あと1回ですね。あと1回。はい、頑張って、思いを込めて、クマボン。よいしょ。それまだまだある。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。よかったね、くまもん。やったやった、僕も参加できたもん。はい、僕が思いを込めてね。はい、はい、じゃあ編み編みしましたの。じゃあ残りは、じゃあ、あのスタッフの方々、女の子たちが組んで、後でプレゼントします。そう、いいですね。ちょっと本当につけれるかな、くまもんね。指につける。確かにおしゃれでいいと思います。いいんですか、じゃあ皆さんのこの後ね、はい、ちょっと組み上げて乗ってきます。ありがとうございます。はい、すいません、対決していただいてありがとうございました。ありがとうございました。よかったね、くまも。すごいね。はい、ちょっと撮らせてもらいますね。すいません、撮ります。ありがとうございました。ちょっと他の体験も行ってきます。くまも、そこにあんまり出てると思います。すいません、ありがとうございます。大丈夫、濡れないように、濡れないように。はい、おばあちゃん、ありがとう。くまもん、今からちょっと2階のね、あ、アイシングクッキーをね、ちょっとね、はい、作りに行きますよ、くまもんね。ありがとう、どうも。すごく上手だった。ママ、行くよ。ありがとうございます、よかったね、くまもん。ありがとう。あら、見てきた。ありがとうございます。こんにちは。お邪魔します。あ、まあ、やっぱりね、あの、水俣といって、高校にね、こう、伝えてね、で、高校のね、スイーツだったりとかもあるし、いろいろあるね。うん。よし、ちょっと階段を頑張って。
はい、アイシングクッキーでつなぎを囲んで座ってるんですけど、ここにお席が座れるかな、どこどこありますかね、まあゴールデンスはない、じゃあ他に行きましょう、ゴールデンスは待ってて、ごめんね、あーゲルロー、怖いって言われる、ね、ありがとう、ごめんなさいね、ありがとうございます、怖いね、こちらではくまもんね、大丈夫、すごいここにね、お邪魔しようかな、お邪魔します、皆さん参加いただいてみようかな、よし、あ、じゃあ先生こちらにいいですかね、これは一緒、これはお二人失礼します、はい、くまもん、なんかくまもん用のクッキーもあのご用意いただいてるということで、ラブラブじゃないか、じゃあいっぱいちょっとくまもん、どれがいい、ちょっとくまもんも手袋しようか、いい匂いがするね、いい匂いがする、あ、手袋、そうなんです、僕もね、お手手をねちょっとつけるのね、あれ、かわいいの持ってきた、ありがとうございます、じゃあその間にクッキーをいくつか、はい、じゃあクッキーを、はい、出てきた、つなぎワンダーランド、わあ、かわいいクッキーいっぱいだね、わあ、5種類あります、5種類、5種類あるんだ、すごいいい匂いがする、くまモンもやるんだ、そうそう、くまモンするんだって、今からね、ちょっとしてみようと思います、そしてクッキーを選んだら、あ、大丈夫ですか、場所で大丈夫です、あ、すみません、クッキーを選んだらその後は、そしたら、はい、ですね、色があってこれで好きなように描いてほしい、はい、お絵描きを、では得意ですかね、あ、どうも、それはそれは任せて、僕を誰だと思ってるかも誰だと思ってるかもって自分はね、すごいハードル上げていきますね、クマモンね、はい、じゃあきっと上手でしょうから、うん、はい、上手でしょうからね、書いてもらおうかな、何にしようかな、何色がいいか、何色、緑、違う、青、黒、こっちとこっち、あ、2種類ある、こっち、じゃあこれを先端をちょっと切るので、はい、あ、これで好きなように、はい、お絵描きを、お、でももらいたい、の手が大きすぎてね、まずこれ持てるか問題だよね、大丈夫、持てるか問題、ちょっとね、ちょっと力を入れるとピュッて入れちゃうから気をつけて。いや、もう本当、あ、座ってからもいいかも。大きいのもあるけど、あ、大きいのがいいかもですね。すいません、僕はもう指よりいいね。はい。じゃあ、ありがとうございます。すいません。じゃあ、大きいのに変えますね。ありがとうございます。あと、大きいのも用意していただいてるんで。何？うん。取りたい。手袋取りたい？でもチョコレートがついたら大変だよ。いいよね、舐めるからね、舐めるからいいの、えぇ、ちょ、これだから、じゃあ、クマモン、すみません、はい、あ、大丈夫だと思います、はい、はい、ここに、ね、見えるかな、ここに、うん、押したら出てくると思うんだけど、出てる、あ、すごいすごい、お、今、丸を描いてます、丸を描いてますか、あすごいね、ちょっとくまも楽しみだね、日本もね、上手に履けてますでしょうか、どうでしょうか、もうなんか一筆書きみたいな感じで、このことが、もしかして、え、なんでしょう、なんかわかるかな、友達もこれくまも何書いてるかな、うん、ドラえもん、ドラえもん、あ、うまい、くまもん、うまい、うまい、上手、上手よ、すごい上手、上手って、あ、何だと思いますかって、いいかな、じ
ゃあみんなに見せてもいい？赤いのが欲しいと思う。ああ、なるほど。ほっぺ。赤はちっちゃいのしかないな。赤いのちっちゃい。じゃあちっちゃいのビュービューって頑張って描いてみましょう。いけるかな。大丈夫です。じゃあすごいね、クマも。これはもしかして。ほっぺがないと大変なことになる。違うキャラクターになる。持てるかな。頑張れ。ああ、つかないかな。あ、うまい。うまい。あ、おお。うまいね。おお、ケースが素晴らしい。ララララララ。はい。どうでしょうか。モリモリ持ってます。ねえ。モリモリホッペになっちゃった。うわー。うわー。すごい。ショートケーキのイチゴみたいになってるね。いやーよかったですね、クマも。あ、怖かったね。これちょっと大丈夫かな。よいしょ。わー、あと手袋にもいっぱいついてた。ちょっとねー、クマもシッシッシじゃないと。いや、でもね、すごい上手に出来上がってる。みんなに見せようかな。うん、見てください。はい、クマもやったやった、できたもん。素晴らしい。たくまもこれ飾っとってもらおうね、みんなにね。はい、ありがとうございます。先生のおかげでね、上手でした。はい、よかったね。ちょっと歌ってもらおうかね。あ、握手しないでください。今ね、今握手しないで。今握手してるから。すいません、ね、すいません、ね、素晴らしい。先生にありがとうでしょうかね、くまもね。はい、先生ありがとうございます。楽しいケーキ。あ、むぎゅむぎゅがいいですよ。むぎゅ、素晴らしい。ありがとうございます。もうね、上手でした。こうやってね、なんかほらフリーでね、絵を描くこともできるし、なんかこういったの文字にね、はい、上からなぞったりとかもね。いやー、すごいよかったね。これクッキーを持って帰れるんですか。持って帰って食べていただいて。すごいね、クマもいい思い出になるよね。友達もね、あ、まだ参加してないよってこといるかな。ぜひね、皆さん、たくさんの方で、ね、参加してもらえれば嬉しいです。最後、お友達の絵をちょっと見てからね、はい、お帰りしていきましょうか。ありがとうございました。よかったね、くまも。すごい上手。すごい上手。上手。よかったね。上手。あ、私でもちゃんと描けるかな、くまもね。ちょっとやってみたいよね。ね、本当に上手。料理男子だからね。料理男子。あ、そうか、そう、料理男子ね。ありがとうございます。すいません、くまも。とっても素敵な先生で癒されました。ありがとうございました。あ、お友達上手。え、すごい、すごい、上手。いやー、すごい、くまも。わー、すごい。わー、お友達めちゃくちゃ上手だね。カラフルでね。あ、お友達もしてみた、クッキーね。あ、これ作ったやつ。あ、すごいね。すごい、イエイイエイ。いやー、お友達みんなクオリティが高いね。あ、クマもこれやりたくなってることもあるよ。すごいね。僕もできてよかったね。うん、ありがとうございました。はい、じゃあちょっとクマも任せて。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ご協力ありがとうございました。お世話になりました。先生ありがとうございます。ありがとうございました。お友達もまたね。はい、ありがとうございます。はい、またね。ありがとう。どうもみんなにタチタチしてくれて、ありがとう。はい、皆さんまだまだ楽しんでてね。そうはもう出社じゃん。ちょっと急いでよ。あ、大丈夫です。時間もありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。くまもんね、ちょっとこの後また次のお仕事に行きたいと思います。はい、今日はありがとうございました。バイバーイ。今日楽しんでて。
あとでね。